たか。想定よりも早いとは。ええ、来ました兄上。どうやら結社の二人がもう少し粘ると思ったみたいね。ああ、灰の起動者については総国に必要だからともかく、それ以外の面々については正直どうでもいい存在だからね。その意味では青も同様。終末の剣は必要だが、多少間引くように伝えたのに新規も使わぬとは甘すぎるだろう。あなたは言ってくれるじゃねえか。相変わらず清々しいほどの下道ぶりだな。結社には結社の、我らには我らの流儀があるだろう。ましてや帝国人ですらない彼らに多くを望むのも無理があるのでは。ええ、そうですね。根本的には観測者に過ぎぬ組織、これ以上の協力も必要ないでしょう。また気になること。その宣言については今は置いておくとして、聖女の鬼神から奪った翼、完全に金と同化してる。本来なら総国を制した灰に移るはずの力ですね。兄上、いや鉄血の騎士ルーファス・アルバレア、もはや兄弟としての愛想も尽きた。互いをかけた勝負に割り込み、浅ましくも力をかすめ取るとは。そういえばコーマ城でグリアノスを切った時もそうね。貴族中の貴族にしちゃ随分とえげつないじゃねえか。不義の生まれとはいえ、しかと貴族の血は引いているのだが、冗談はさておき、作戦の総仕上げと鉄血の騎士としての準備が重なってね、さすがに忙しすぎたので効率を重視させてもらったのだよ。君たちもミリアム君を取り戻して何よりだ。あくまで思念体だけだが。あなたって人は。まあまあ本当のことなんだし、ルーファスも久しぶりだね。ああ、あの日のことは私にとっても予想外ではあった。同じ子供たちだった身、こうして再びまみえて何よりだ。まあさすがにクレア君やレクター君ほどの感慨はないがね。お互いそんなに付き合いはなかったもんね。ミリアム、さすがに能天気すぎるかと。挨拶はそれくらいにして準備を始めるとしようか。本来であれば黄昏が佳境に入る明日以降が理想ではあるのだが、ここで君たちがルーファス卿に下されればタイミングも計りやすい。終末の剣も手に入り、最高の形で最終総国を迎えられるというものだ。勝手な決めつけを。まるでルーファスさんの勝利を確信しているみたいだな。いや、それ以上に金の勝利への確信なのか。ほう、確かに銀と同じくらい底知れない鬼神だけど。同格に見えて鬼神にも格というものがある。この800年、歴史の陰で彼らは人知れず死闘を繰り返した。全ては総国の予行演習として。偉大なる黒を除いてだがね、ちなみに鬼神は破壊されようと時間が経てば自己再生するが、破れた起動者は大抵の場合不完全なノスフェラトゥの末路をたどった。君たちがトールズ地下の試しで見た無数の巨大な剣、あれはそうして破れた鬼神と
機動者たちの墓標の光景でもあるのだ。そういうことでしたか。まさかあの光景にそんな意味があったとは。そうして繰り返された死闘において最も勝率が高かったのは2機。黒に次ぐ力を示したのが金と銀だったのだよ。永遠の輝きを示す金と消えた聖獣の特徴を継ぐ銀。まあそれに続くとしたら魔王の素体にもなった赤、青、紫、灰は残念ながら横並びくらいと言えるだろうね。勝手な格付けを。さすがにちっとムカつくが、それだけのオーラを感じさせる鬼神なのは確かだな。そして同格の銀の力を奪った状態でもあるのか。その通り。ただでさえ灰は青を不完全な形で下してしまっている。その状態では取り込んだ紫や赤の力も生かしきれないだろう。はあ、皇太子の赤には最初から何の期待もしていなかった。むしろ灰が取り込んでくれて手間が省けたと言えるだろう。好きかって言ってるね。でも、ああ何も分かっちゃいねえな。僕たち7組は幾度となく大きな流れに巻き込まれた。内戦の時も黒き聖杯の時も、どちらも大切な人を失い残されたものは深く傷つきました。それでも立ち上がったんです。届かない強者に挑み、時に実力者に助けられることもあった。それでも自分たちの足で確実に前。今はその背中を私たちが追いかけていますね。いや、そなたらはすでに我らと共に歩んでいるだろう。それが私たち。ううん、あなたとは違う人間の力よ。技術だけじゃ人の心が伴わなければ何も生まれない。黄昏の果てにある黒の攻防が主導する新世界、そこに心がなかったらそれに何の意味があるの。本来僕たちホムンクルスは感情を持つことは想定されてなかった。でも攻防長の思惑を超えて僕もアーちゃんも人らしくなれた。はい、似た境遇であるキーヤさんもそれが示すことは一つだと思います。ああ、人は人と関わって意味を見出し、意味が絆を、世界を形作っていく。大いなる一のサイレンスへの果てに黒が絶対者となるだけの世界、そこにある人が知性と同じく何かに隷属するだけの存在でしかないのなら、あがきながらも共に助け合うことで前に進む意味を見出せないとしたら、果たしてそれは生きていると言えるのか。それごと。それについては同感だ。これでも人並み以上に苦悩し、あがき続けた自信はあるからね。そして私もまた何かに従属するつもりはない。黒はもちろん、オズボーン閣下にも、あくまで父に挑まんとする息子のつもりだからな。聖剣イシュナード、アルバレアの使徒たちが不死の王を倒した兄弟剣。ユージ様、あれも兄弟剣の一つか。聖剣エルバース。アルノンが届けていたか。まさに総国前の前哨戦としてはふさわしいだろう。兄弟の決着はともかく、そろそろ始めるとしようか。
造はバロール。確かプロトタイプだっけ。ええ、エステルたちが相当手こずったらしいわ。いつ、どのようにしてあなたがそうなったのかはわからない。でも、私は信じている。母様と私を抱きしめてくれたあなたのぬくもりを。だから、この戦いで証明してみせる。それが嘘でも幻でもなかったことを。しつこいぞアリサ嬢。ならば私はその未練。その未練を完膚なきまでに叩き潰すことで証明してみせよう。我が偉大なる主の正しさを。最初閣下、いや獅子神皇帝、いやイシュメルガ様の絶対性を。これが最後だ。アルバレア家次期当主ユーシス。人としての私に挑める最後の機会、その剣と共に全力をぶつけるがいい。それってまさか。この大バカ野郎が。その身に絶望を刻むがいい。見せてみよう、そなたたちの全てを。好奇。
貫け、ゾアバロール。甘い。崩れた。続きます。はい。はあ。光よ、ダン。ダン。後期。もう一度。私の番ね。ここまでだ。行くわよ。ごめん、お願い。真打ち登場ってな。奮い立て、アバランハーツ。やられるかよ。俺の番だな。さて、一緒やるか。切り刻め、暗黒の刃。あの世へ行きな、オーパルスレイヤー。悪くない、もっと見せてみたまえ。覚悟を決めるがいい。まばゆく光よ、我が剣に誓おう。アイオロスセイバー。これからだ。精進あるもんだ。